術をつけた方がいい。理由としてはなんか今までって、まあ、僕もそうだったんですけど、技術を磨いてもやっぱ PK 一人が立てられる売り上げって単数の上限があって決まってるんで上がらないし、診療報酬も人口が減ってる日本だと上がりづらいから、普通に働いてて、ね、技術つけても給料上がらないって僕も結構友達からも言われててすごい馬鹿にされてたんですよ。でもこれから思うのは、結構医学療法士も自費の生態とか今増えてきてて、まあ、僕もそういう人を救いたいんで増やしたいと思ってるんですよ。でそういう人が 何人か今いて生態結構増えてるんで、こういうところに入ると体数の上限とか決まってないし、単価も保険で決められてなくて高いんで、単純に単価が上がるからその分の取り分も上がるじゃないですか。やっぱ技術をつけて、保険診療じゃないところに行くっていうのがもっとどんどん起きてくると思うんですよね、今後。し自分もそういうのをやっていきたいと思ってるんで、どんどん大きくしたいんですよ。なんで、まあ、今若い人は医療の枠組みの外にもフィールドが広がっていく未来が来ると思うんで、今のうちに技術をつけておいた方がいいと思います。